こだけの韓国グルメを紹介。今日は格安のジャージャー麺を食べに新大久保の新たなお店に来ました。アニアセヨーニケです。今日もですね、新大久保来ています。最近ね、めちゃくちゃ新大久保来てます。新大久保でね、行きたかったお店がいっぱいあるので、ちょっと今のうちにいっぱい行ってこっかなと思って最近よく来てます。でね、今日食べるのはまあジャジャ麺なんですけど、新大久保の中でも一二を争うほどの格安のジャジャ麺です。韓国にもあるチェーン店なんですけどね、それがね、新大久保に新しくできたっていうことで、今回ね、こちらやってきました。ちょっと道間違えて戻ってる最中なんだけど、それがこのお店、プッキョンチャジャンっていうお店ですね。発音がちょっと難しいけど、ジャジャ麺とチャンパンを使っています。それでね、早速このお店入っていきましょうか。ガジャー。韓国のね、チェーン店で、まあ、ファーストフード的なね、とこなのでね、まあ、券売機でこうやって買っていきます。ちなみにね、クレジットカード、QR コード決済、すべてできなくて、現金のみです。そこだけね、ご注意ください。営業時間も11時から夜の10時までなんですけど、なんか24時間営業になる予定って書いてあった。っていうか、ジャジャー麺来ましたね。秒速で来ました。さすが、ジャジャー麺のファーストフード店。これ1杯で590円で、僕は炭水化もつけて1290円でした。炭水化のセットになったやつでも1290円だからね、めちゃくちゃ安いなって思います。まあ、これぐらいね、安いお店もう1店舗あってね、かなりね、そこは渋いから紹介していないんだけど、こっちはね、まだできたばっかりだからね、綺麗だし入りやすいんじゃないかなって思う。それではね、早速食べていきましょうか。じゃあ、もっけすみだー。ジャージャー麺と炭水化がセットになったやつがあってね、まあ単品つっても頼めるんだけど、普通に炭水化もつけて食べたいなと思ったんで、僕は頼んだ。日記みたいな言い方になっちゃったけど。で、炭水化自体は7つね入ってます。7つ入ってて、でジャージャー麺はね、まあ普通の大きさ並盛りで、大盛りとか、まあ、プラス何円か払ってできましたね。でね、炭水化はもうタレをね、自分でかーってパパってかけて、でね、左の方、これですね、このタレもね、もうかけていいよみたいな感じだったと思います。あんまりちゃんと聞いてなかったんですよね。かけてみたいなことしかね、聞いてなくてね、だからかけました。まあそんな形のね、セットランチなんですけど、まあ最初の方にね、ファーストフード店って言ったじゃないですか。これのお店はジャージャー麺の。まあその言葉通りで、かつ値段相の味です。どういった味なのか、まあどういう時に利用すればいいのかっていうのを含めて、ちょっとポイントいくつかね、説明していきますね。まず一つ目が、まあ料金安さですよね。590円はかなり安いですね。まあ新大久保の中ではね、まあ安めの方ですよね。ちゃんぽんじゃなくてジャージャー麺か、ジャージャー麺790円とか、まあプラス200円ちょっとかかってくるから安いかなって思う。でね、味の特徴なんですけど、甘ったるさはね、ないからね、まあ食べ進みやすいです。食べ進みやすいんだけど、まあ味の特徴一つ言うと、別にね、なんだろう、旨味とかはね、特になかったです。美味しい、すごく美味しいみたいなね、そういった感情も湧かなかったです。どっちかっていうと、食事するってよりかは、もう作業みたいな、そんな感じになってくるかなって思う。まあね、このお店自体ね、別にそんなうまさを追求してるような形じゃないと思うんですよ。安くて早いって、まあそこそこのね、ものを楽しめるっていう形のね、お店だと思うので、現にね、ジャージャー麺とか秒で出てきましたからね。多分麺をさって茹でて、タレがいっぱいあると思うので、それパッてかけて出してくれただけだと思うんですよ。だからね、別にそんな味にこだわりとかね、特にタレかな、タレとかに別にこだわりなかったかなって思う。麺はね、まあもちもちしててね、で、かつなんか自家製麺、まあこのお店自体の自家製麺の麺だと思うんですよ。だから麺はちょっと美味しかったかなって感じました。そんな形で二つ目の特徴としては、味は甘ったるさなくて食べ進みやすいけど、まあ旨味とかは特になかったなっていう感じ。でね、三つ目のポイントとしては、炭水化はカリッとしててね、まあ美味しめだったっていうところ。7つ入ってて、まあ、大きさもね、まあそこそこ普通のサイズかなっていう形なんだけど、普通にカリッとしてて、まあ中身もあるからね、美味しかったかなって思う。タレは、なんだろう、なんかサバサバ、サバサバって言ったらいいのかな、あっさりしてるような、そんな感じのタレでしたね。炭水化特有のとろーっとしたタレ、もうなんだろう、食感っていうのは特に強く感じることはなかったかな。それでもね、普通に美味しい炭水化かなって思う。
まあこのお店は安くて早くてそこそこのジャージャー麺とちゃんぽん、ちゃんぽんじゃなくて淡水魚を楽しめるって形だからね。おすすめの利用シーンとしては、まあ、この周辺で働いててランチささっと済ましたいでね、まあ安くねジャージャー麺でも食べたいなっていう時に利用できるんじゃないかなって思う。てかそういう使い方がね一番いい。あとはねここ周辺に住んでてもうご飯ささって食べ終わりたい、韓国料理がいい、ジャージャー麺ここみたいな感じの使い方になるかなって思いますね。こうね多分大多数の人が新大久保外から来ると思うんですよ。まあ都内だとしても郊外だとしても新大久保住んでる人っていうよりかは新大久保周辺とか、まあ、外側の人たちが新大久保遊びに来ると思うんですよね。そういった人たち向けではないですね。日本のお店に置き換えるともう牛丼屋さんかな、牛丼のファーストフード店、まああれじゃないですか、いくつかああいう形の利用の仕方がね、まあ、ぴったりなんじゃないかなって思う。わざわざね新大久保来て牛丼チェーンのお店行かないじゃないですか。なのでね、まあそういった感覚に近いかなと思うのですね、本当に興味あるマニアックな人は行ってみていいと思います。ここ韓国にもあるチェーン店なのでね。ただあんまり新大久保来る機会がない人は大切なね貴重なランチ一つをこのお店に使うのはもったいないかなと思いますね。だからねお客さんもなんか周辺で働いてそうな人たちとか、あともうここに住んでる韓国人のお客さんしかいなかったですね。そういう使い方になってくるかなと思うので、本当に地元の人たちが手早くね済ましたいランチっていうのに最適かなと思います。チャームがすすみだ。ではね今回のポイントもまとめておくと、まず1つ目が590円の安さ、そして早いっていうところ、そして2つ目が甘ったるさなくて食べ進みやすいけど特段ね旨味は感じられないっていう、この2つが今回のポイントでしたね。韓国のねこういったファーストフード的なジャジャ麺のお店が日本に来てるってなかなかすごいことですよね。それだけねまあ日本人の方々の中でも韓国料理っていうジャンルの中でもジャジャ麺をね求めてる人が多いんだなって、なんかね学びがありましたね。新大久保マニアとかはね多分こういうお店好きなんじゃないかなって思いますね。あとね営業時間も24時間にする予定みたいなんですよ。まだねまあ最初の方に行ったんだけど10時までなんだけど、24時間営業してるジャージャー麺のお店ってなかなかねすごいなって思うので、でも深夜使う人って誰なんだろう、どういった人が使うのか、まあ楽しみですね。なんか覗こうかなそういう時になったら。それでは今日は新大久保にあるムッキョンチャジャンさんのジャジャー麺のご紹介でした。ご視聴誠にありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回、アンニョーン。